はい、どうも、今日もですね、ライフアフターをやっていきたいと思います。先ほどアップデートが終わったんですけど、図鑑っていうのを手に入れました。画面上にこう出てきてるんだけど、これは何でしょう？収集図鑑。タップして確認。なんだろう。なんかいろいろ出てきたぞ。なんかこれなんだろうね、業績かな？受け取るってのがある。まずいただいちゃおう。この600ポイントとか書いてあるけど、何をもってしてポイントなんだろう。おう、何これ。さあ、この図鑑っていうのは何だろうな。集めていくとどんどんこれが業績が増えていってなんかもらえるってやつなんでしょうか。ちょっといまいちまだ分かっていません。大きなアップデートがね、終わったばかりなんで、クエストの方にも秋の森林でリュック感染者を1体見つけて写真を撮る。うわ、なんか多いんだよね。アッシュの正体、尋ね人の掲示を確認する。多すぎるんだってむっちゃ多い。どうしよう。図鑑を手に入れたので、まずはじゃあ図鑑ってやつを先に終わらせてみようか。感染者を1体見つけて写真を撮る、それだけでいいの？さあ、ようやくですけど、感染者出現。となってくると、これあれだよね。バッグ持ちの感染者が出てきてくれると思うんだけど。さあ、あ、いた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 、目の前に来た。これでいいんじゃない？やったー。長かったよー。ん？ん？今、写真撮ったよね。リュック感染者を1体撃破する。リュック感染者、まともな日本語で喋ってください。はい、どうやった？秋の森林でハンティングしバラ肉を収集する。バラ肉取ればいいんですか？じゃあさあ、なんかこの図鑑イベントなんですけど、今度は鹿かなんか倒すか。わ、クマさん出てきた。あ、お肉ください。お願いします。これでいいんじゃない？ OK。 バラ肉を使って自分に美味しい焼肉を振る舞う。焼肉、なんかこのこれってさ、あれだよね、なんかもう初心者をやるためのなんかずっと一番最初にやるようなクエストを今さらやらなきゃいけないのって感じがすごいする。しょうがないっすかね、これね。はい、ただいまお肉を4つ集めましたので焼肉を作ろうか。ほいほいと。そっちの小屋の中だったら多分できるんじゃないかな。さあ、ありました。これを、あ、誰かがここで焚き火を出してくれてるね。さあ、ここやって、じゃあ料理作るか。焼肉ね、これで、よし、これで完成じゃないですかね。まだ、よし、終わった。うん、次は自分で作った焼肉を食べてみろ。なんだそら。自分で作ったんだから自分で食べますよ、そりゃ。料理でこの普通の焼肉。さあ、そろそろこの図鑑関係終わっ、あ、終わった。そろそろ、ようやく終わってくれた。で、この図鑑は、さあ、ニューって書いてあるけど、こうやってなんか、まあ、図鑑だわな。そのまんま図鑑だよね。どんどんこれ増やしていくとポイントが貯まっていって、いろんなものがもらえるっていう。さっきお肉、お肉だ、そうだよね、普通のお肉で作ったのはこのレシピ。え、レシピ出てこねえ。あった、これ。これ3ポイントなんだ。ポイント決まってんだね、焼肉。じゃあ、この
まあ、こんな感じでどんどん図鑑コレクションを増やしていくと業績が入ってポイント貯まって、これだわね、製法書だとか金塊がもらえるってわけだね。うん、ひとまずじゃあこの図鑑コレクションは終わりたいと思います。